チョコに合う紅茶についてお伝えします。こんにちは。お一人様限定の紅茶教室をしています、ジュンジュンです。バレンタインが近づいています。とはいえね、バレンタインだけじゃなくてもチョコレートって割と身近なスイーツじゃないですか。例えばティーパーティーに行くとき、本来ティーパーティーって手ぶらでね行っていいんです。だけど日本人ってやっぱり何か持って行った方がいいっていう、なんかね、そんな気持ちがあるから、何かしら手土産を持っていくことがあると思うんですけど、その時に喜ばれるものがチョコレートなので、チョコレートと紅茶ってとてもね近い関係にあるので、今日はチョコに合う紅茶をお伝えしていきます。この動画を見ると、どんなね紅茶を合わせるとより美味しくチョコレートを食べれるのか分かるようになります。これからも美味しい紅茶情報、もしくは食べ物と紅茶のペアリングについてお伝えしていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。でね、チョコに合う紅茶なんですけど、チョコレートも結構いろんな種類あるじゃないですか。今日はね、甘さ別というか、カカオの配分率っていうのかな？に合わせて、ちょっといろいろね、用意してみたんですけど、例えば、甘みが強いミルクチョコレート。まあ、原材料を見てもね、わかるんだけど、砂糖の方が多い。まあ、よくね、スーパーとかコンビニに売ってるようなものと、まあ、これもスーパーで売ってるけど、ちょうど半分、カカオが 50%、50% ぐらいだと、どっちがね、どんな紅茶が合うのか。そしてもうちょっとカカオが増えて、これはね、70とかだったと思うんだけどな。そう、ここに書いてあるね。カカオ70%。あんまり甘くないタイプですね。この3つと、あとちょっとなんかでバレンタインの売り場で売ってたので買ってみたのが、これがアールグレイが入っているもの。そして、まあ同じお茶でも抹茶が入っているもの。っていった、まあ中にね、いろいろ入っているものだったり、カカオと砂糖のね、割合によって、いろいろ種類があると思うんです。で、それぞれにやっぱりね、合う紅茶があるんですよね。なので、今日はこのカカオの配分量別に紅茶、おすすめの紅茶をお伝えしていきます。で、紅茶ってね、大きく分けると、中国酒って言われるものと、アッサム酒って言われるものがあるんですね。で、中国酒って何かというと、まあ、緑茶のような、ああいうすっきりとした味わいのもの。例えば、ダージリンとか、キームンとか、そういうすっきり系っていうのかな。そういったお味のもの。どちらかというと、爽やかな、すっきりってしたような紅茶。で、一方が、アッサム酒っていう、その紅茶らしいというか、コクがあって、渋みもしっかりあって、いうような味わいのものと二つ大きくね、分かれるんですね。で、どちらが合うのかっていうと、大まかに言うと、アッサム酒と言われる方が合います。まあそういった前提がありつつだけど、中国酒の方もね、今日はちょっとおすすめすると思うんですけど、まあどっちって迷った時は、まあアッサム酒系だから、まあコクがあったりとか、色味もしっかりしたような深いものを選ぶ方がチョコには合う。まあそういったね、ベースを置きつつも、でも、それぞれにやっぱりね、合う、合わないって。まあ、合わないはそうそうないけど、これと食べると美味しいよねっていうのがあるので、おすすめしていきたいと思います。まずは、甘い方からいきましょうか。甘い方。甘いんだよね。私、あんまり甘いの得意じゃないから、どうだろうな。で、甘いと、まあ、なんで、そもそも紅茶とチョコが合うかというと、油分も、チョコレートの油分とか甘みっていうのを、紅茶のタンニンがね、すっきりとね、口の中をしてくれるから、もうずっと甘いもの食べると、ちょっとしんどくなりません？甘いものが好きな人はもしかしたらあんまならないかもしれないけど、でも口がこう、すっきり爽やかになった方が、ずっと食べれるじゃないですか。食べて、紅茶飲んで、なんかすっきりして、だからまた食べられるみたいなね。なので、甘い時には、味わいが強い方が合う。こういう甘いチョコレート、ミルクチョコレートにおすすめな茶葉が、トンガナガウンチャエンのアッサム。これですね。もしくは、もう何回言うねんっていうぐらいご紹介してきた、ブッダルジョーラさんのドアーズ。あ、お湯が沸いた。ちょうど沸いた。お湯を持ってきて入れながら食べたいと思います。で、これね、なんでここのトンガナガウンチャエンをおすすめしたかというと、アッサムって結構コクが強かったり、渋みが強かったりとね、ストレートよりもミルクティーがおすすめですよっていうお店の中にはあるんですよ。むしろもうミルクティーで飲むものみたいな、そういう紹介してるところもあるぐらい、結構味がね、まあパンチが強いっていう言い方もするんですけど、味わいが強いものが多いんですよね。
だけど、ここのね、アッサムは、ミルクティーの方が飲みやすいよねとかいうアッサムじゃ全然なくて、甘いコクがある紅茶なんですね。なので、まあ渋いのが苦手な人も多いと思うので、そういった方におすすめなのが、このトンガナガウンチャエンのアッサム。もしくは、もっともっともっとコクとか甘みが欲しいっていう人は、このブッタルジョーラさんのドアーズいけると思うんだけど、ちょっとこれだとね、甘みがね、このチョコレートも甘いから、より甘みでこう盛り上げていきたいのか、口をちょっとさっぱりさせていきたいのかで、まあまあ選べばいいかなって思う。で、今はアッサムを入れてみようと思った。で、アッサムはシンメと、シンメって言われる、こう明るい茶葉があるじゃないですか、ここに。アッサムってわかりやすいんですよ。この明るい茶葉が、茶葉とそうじゃない茶葉が入ってると、よりバランスがあって美味しい茶葉。いい音だね。そしてお湯を300入れます。まあ今ちなみに2分半こっちね、蒸らし時間今ぐらいの茶葉の大きさだったら2分半でいいかなと思います。でもまあこれもね、好みなので、こう飲みながらね、調整していってもらったらいいかなと思います。どうだろう、こっちも入れてみようか。合うかもね。合う合わない分かるし、せっかくだから入れよう。茶葉はこんな感じ。で、入れます。うん、いい音。こちらも2分30秒。そしている間に、アッサムができたので、アッサムを入れます。で、こっちがアッサムで、こっちがドアーズ。色味似てますよね。どうだろう。で、なんでかっていうとね、アッサムとドアーズってエリア的には結構近い場所にあるんですよ。アッサムはね、収穫量もすごくたくさんある、まあ大茶産地って言われるぐらい、大きなね、紅茶のエリアなんだけど、ドアーズってそこまでじゃないので、名前もあんま知られてないしっていうので、ドアーズっていう風に売られ方をするよりは、色味もコクもしっかりしてるから、ブレンドとかされてね、まあアッサムほど花形じゃない？なんか正直言うとね。なのであんまりドアーズっていう紅茶がね、世の中に出てるかっていうとそうでもない。でも、エリアは近いから、両方とも同じような味わいではあるんですね。こっちがアッサム。そしてこっちがドアーズ。若干ドアーズの方が色味が深いかな。まあ飲んでみましょう、まずはね。おお、コクが美味しいな。おお、やっぱコクと甘みで言うとドアーズの方が あるし、まあ渋みとかね、より少ないから、甘みっていう点ではドアーズの方が強い。で、アッサムはそこにちょっとキリッとした、ドアーズに比べると、よりどちらかというとすっきりアッサムの方はしている。なので、このね、甘いチョコレートを食べると、まあ、アッサムの方が口の中がすっきりして、美味しいっていうか、すっきりするから、よりチョコをたくさん食べようって思える。うん、甘い。もう甘い。もう今ね、さっきめっちゃ甘ーってなってた口の中がすっきり。おお。で、口の中をすっきりはアッサムね。で、ドアーズはよりコクで塗り替えてくれる。さらに次またチョコを食べようかなって気になる。だから、すっきりしながらチョコ、すっきりしながらチョコっていうのもあるだし、紅茶の甘みで口の中を包みつつ、口の中のね、そのチョコを一旦リセットしてくれる。そんな紅茶だね。どっちもおすすめ。ただ、たくさんチョコを食べたいってなったら、アッサムの方がすっきりするか食べやすいと思う。で、ね、バレンタインとかそういうプレゼント用のチョコレートって特別感あって、そう、ガム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 食べるものじゃないと思うから、その時はドアーズでゆっくりこのチョコの甘みを、ドアーズの甘みと相乗効果っていうのかな、違う甘みのハーモニーで食べるのもおすすめです。このね、50% もね、それでいけると思うんだ。では、50%。
方美味しい。このチョコを食べて、こう残ってるカカオの香りとアッサムが溶け合う。でも、もっとドアーズの方が溶け合う。うん。このチョコの甘み、紅茶の甘みは違うんだけど、この甘みがこう、沿ったまま口の中ね、いてくれて、ゴクンって飲む感じ。で、ドアーズの方はもうここが一緒なの。一緒のハーモニーで、そのままゴクンって飲める感じ。まあ、これは好みだね。好みです。すっきりする口が。そして華やかな甘いコクがたまらない、美味しい。次がね、カカオ 70%。 70% まで来るともう甘みというよりカカオの味とか、その香ばしさとか、カカオの香りがよりダイレクトに来るじゃないですか。なので、こういう甘みのある、そういうよりはどっしりとした紅茶の方が私は合うと思うんですね。で、おすすめなのが3つありまして、3つ。今回ティークラウンさんの茶葉で揃えてみたんですけど、1つ目がスリランカのルフナ。このルフナっていうのはスリランカの中でもね、低いところで育ってるんですね。で、スリランカっていうのは標高の高さで区別されてるんですよ。で、よく聞くウバとか、まあ、ヌアラエリアとかディンブラっていうのは一番高いところ、標高が高いエリアで作られてるんですね。でもルフナは標高が一番低いところで作られている茶葉で、まずね、葉っぱが結構大きくって、しっかりめに発酵しているものが多いんですよ。なので、色味も暗いものが、黒っぽいものが多いんですね。あ、甘い、めっちゃ甘い。でも今もこの茶葉ね、ここ開けただけで甘ーってなるぐらい、蜂蜜のような、黒蜜のような、こうどっしりとした重厚感のある甘み。茶葉はこんな感じ。カカオのこの、ちょっとカカオって酸味っぽい味もすると思うんだけど、その酸味的、その味わいを、このね、キャラメルのような、蜂蜜のような甘い味わいで、こう、包み込んでくれるんですよね。で、一方、またイメージで言うけど、しっとり、しっかりこう、下から支えてくれるような紅茶。ということで、二つ目が、中国のラプサンスーチョン。そして、同じく中国のキーム。で、このね、中国のラプソンスーチョンとキームンって面白い紅茶で、まあ何が面白いかっていうと、一般的に本に書かれている紅茶の本ってたくさん出てたりするし、まあネットにもいろんなところで情報が出てるんだけれども、よく書かれてるのは、このラプソンスーチョンっていうのは、松白というか、その松の香り、こう焼けたような香りがするっていう風に、まあ一般的には書かれているし、キームンもスモーキーフレーバーって言われるんですけど、スモークな香りっていう風に書かれることが多い。なんだけど、まあ格が高いっていうと語弊が生まれるかもしれないけど、本来ラプソンスーチョンって龍眼っていう、まあライチみたいなね、果物があって、それの香りっていう風に言われてるんですね。で、同じようにキームンも蘭のような花、蘭のようなああいうすがすがしいお花の香りがするんですよ。どちらかというと、いぶされたスモーキーな香りではない、蘭のような香りのするキームン、龍眼のような香りのするラプサンスーチョンを選ぶと、もう重厚感のある、下からグッて叩いてくれるような、そんなね、紅茶の味わいなので、このカカオの 70% でも全然なんかもろともせず、この味わいを下から支えるって言うと、なんかあんまりね、意味がわかんないかもしれないけど、でも合うと思うんです。この3つの中でもルフナで今日はね、入れてみたいと思います。もう一回お湯を沸かしてこよう。まあ、今言ったように、やっぱカカオの配分量が上がれば上がるほど、どっしりとした重厚感のある、そういう紅茶を選ぶ方が私は合うと思う。で、もしくは、アールグレイ、ベルガモットの香りがね、着工されているアールグレイもおすすめです。これはね、どのチョコレート、カカオ成分に関係なく、例えばミルクチョコレートであっても、カカオ成分がね、多いチョコレートであっても、アールグレイはね、オールマイティーに合いますね。で、チョコでも、みかんとか、ああいうピールに、半分だけチョコがついてたりとかするのも売ってますよね。あんな感じで柑橘系とチョコって合うので、オールマイティーで行くのであれば、このね、アールグレイがおすすめです。で、ルフナってやっぱり専門店に行かないとなかなか買うことができないので、例えばトワイニング、先ほどキームンって言いましたけど、トワイニングのプリンスオブウェールズは
キムとは書いてないけど、キムもすごく入っているので、うん、あれを飲んでも合うと思います。キームンは割と最近ね、スーパーでも並ぶようにはなったかなとは思うんですけど、でもルフナはまだまだ専門店に行かないとないので、手に入りづらいと思った場合は、トワイニングのアソートがね、1個あると本当に役立つ。アールグレイも入ってるし、キームンも入ってるので、甘いチョコレートにはアールグレイも合わせてみる。で、カカオがね、配分量が多いものは、プリンスオブウェールズに合わせてみる。そういうのもいいと思います。お湯が沸いたので取ってきます。で今、茶園名をつけてね、アッサムとかお伝えしたんですけど、別にそこの茶園じゃなくてもお気に入りのね、アッサムで全然大丈夫です。なので、ただ、その、同じアッサムって言っても、茶園によっても全然違うんだよってことをちょっと知ってもらえたら嬉しいかなって思います。なので皆さんのねお気に入りのアッサムとかお気に入りの紅茶教えてもらえたら嬉しいです。やっぱりね茶園によっても味わい違うしメーカーによっても違うし面白いですよね。で開けてみよう。なんかパッケージ変わりましたよね昔とね。でこんな感じでキャンピングは意外にゆっくりです。でもね、やっぱりゆら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 するんだよね。いい香りだな。あ、めっちゃ甘い。でもこのね、あ、甘い。茶葉の甘さと紅茶のあのチョコの甘さって違うんですよね。甘みがね違うからこそハーモニーが生まれて美味しいんですよね。おお、やっぱりこう優しいんだけどどっしりとした甘み。これがねカカオに合う。美味しい。やっぱね、こうカカオが含有量上がると、若干酸味も、チョコの酸味も上がるじゃないですか。そこにこの重厚感のある、何回言うねんって感じだけど、どっしりとした甘い、この甘みがね、優しくこう包んでくれるんですよね、チョコ。なので、美味しくずっと飲めるし、ずっと食べられる。で、この喉を通った後も、カカオの香りとルフナの香りが、わーって広がって、美味しいね。こうやってなんかゆっくりね、食べると、一枚のチョコでもずっとね、楽しめるじゃないですか。一口食べて、紅茶飲んで、また食べて、飲んで、とかって。チョコだけ食べるとね、どんどん進んじゃうけど、紅茶飲みながらだと、一枚のチョコも、なんかよりいろんな味わいをね、感じられるし、楽しめますよね。で、カカオの成分が増えれば増えるほど、こう、余韻もカカオの余韻もね、ずーっと口の中に広がるじゃないですか。で、その余韻と紅茶だけでも美味しい。うん、すごい美味しい。これも食べてみようか。アールグレイ。アールグレイにしてみようか。どんなんだろう。美味しそう。小麦粉がこう、挟まってる感じ？うん、あんまりアールグレイの香りはしない。お、アールグレイっていうか、みかんに近い気がする。うん。アールグレイが入っているチョコでも全然負けないぐらい、ルフナはね、包み込んでくれる。なので、逆にこのアールグレイのチョコレートと、アールグレイ合わすと、もう、ベルガモットが濃く出すぎてしんどいと思うので、こういうアールグレイとか入っているものは、フレーバーじゃない紅茶の方が、私は合うと思います。ということで今日はチョコレートに合う紅茶をお伝えしました。まとめますと甘いミルクチョコレートにはインドのアッサムだったりドアーズ、もちろんこの茶葉じゃなくてもね、あのもっと手軽に買えるものだとトワイニングのアッサムとか他のねアソートでもあると思うんですけど、アッサムがおすすめ。そしてミルクチョコレートだけじゃなくてカカオ 50% ぐらいまでの甘みであれば十分このアッサムがすっきりとねしつつ、アッサムのコクとチョコレートのコクがねこう相乗効果で美味しくなると思います。そしてカカオ成分がもうちょっと高くなって
70% っていうところまで行くと、まあ、スリランカのルフナだったり、中国の金。あとは、もうちょっと癖のある中国のラプサンスーチョンがおすすめです。で、アソートで言うと、ルフナとかね、ラプソンスーチョンは入ってないので、アソートで言うと、スリランカとかセイロンティーって書かれてるものだったり、キームはね、なかなか入らないので、トワイニングのプリンスオブウェールズだと、カカオの香りと相まって美味しく食べれると思います。ということで、今日は紅茶と、チョコと紅茶の美味しい関係についてお伝えしました。美味しい紅茶情報は公式 LINE からお届けしています。概要欄にありますので、登録してください。ということで、今日はここまでです。ありがとうございました。バイバーイ。